IT クリエイツ情報局。みなさんこんにちは。ありがとうございます。嬉しい感じです。お待たせしました、ね、今回のじゃあイベントのあれをお願いします。そうですね、はい、行きましょう、マイクピーカーが離れた方がいいですね。はい、これからもう心配かもしれない。これだ、うん、これか、はい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 、クリエイティブ情報局カルダンジェル&スピリットマシンフレイリーと BGS 公開生配信始まりました。ここからの時間はですね、2024年10月24日に発売を予定しておりますカルドアンシェル、それからこの冬に発売を予定していますスピリットマシンフレイリーとの最新情報をお伝えしていくという形になります。はい、まあ、MC を務めます私一貫と、はい、私田中健太と申します。よろしくお願いします。はい、私インディークリエイツで、カルドアンシェルのディレクターをやっております吉岡と申します。よろしくお願いします。はじめちゃんです。お願いいたします。はじめちゃんです。よろしくお願いいたします。自己紹介をします。私たちは声優ですかね。そうですね、はい、声優ですね、はい、僕はもう NHK ばっかりでやってる E テレのガンコちゃんっていうやつとかね、そういうホワイトプログラミングで子供番組ばっかりやってる人間でございますけれども、ね、僕はそうですね、あの、来ましたね、いろいろね、いろいろやってますけど、ね、なんか例えばですけどね、あのこのカードゲームの、作品をね今から紹介していくですけど、こっちのねハピネットブースにありますあのバトルスピリッツっていうね、カードゲームあると思うんですけど、そこのねアンバサダーもやっておりますので、いろいろます、まあ、カードゲームね詳しい方は知ってる方もいらっしゃるのかなって感じですね。というわけでね、よろしくお願いします。ゲームショー、東京ゲームショーやってまいりましたけど、はい、けんちゃんどうですか。いやすごい人ですよ。すごい、なんか昨日9万7000人超えで史上最大集客だったそうです。9万7000人ねえ、10万人も目の前っていう街じゃないですかここいや本当ですよ ね、 ねえ、だから今日も本当にすごい人なんで、合わせたらね、ビジネスデーも合わせたらもう30万40万いったんじゃないかっていうぐらいね、そんな人数ですよ。マジですか。はい、いやすごいこと。皆さんどうですか、いろいろ回ってらっしゃると思いますけど、面白いのございましたね。すごいですね。僕もちょっとさっきちょっと一通り、いやもう広いですしね、人がすごいからね、なかなかこう移動も大変なぐらいですけど、でもねそんな中でもねこのねブースに足を運んでくださって本当にありがとうございます。もう嬉しい限りです。さあみんなねうちわ持ってくださって、うちわ持ってるってことはインティーブースに行かれ、あ、行ってくださった、ありがとうございます。行ってくださった、ありがとうございます。ちなみにこれインティクリエイツ情報局というものを知ってらっしゃるよという方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。お、ね、控えめに手を挙げた方多分知らないですね、大丈夫ですよ、今日知ればいいんですから。あの知らないふりして手を挙げるのも全然ありでございます。あのねちょっとうちわで顔隠しながら挙げてらっしゃる方とかね、多分知らないかな、どうかなというかで、ちょっとですね、あの知らない方にもね、あのお伝えしとこうかと思いますけど、インティクリエイツ情報局というのは、はい、インティクリエイツというねゲームの会社のいろいろゲームのねあのことをいろいろ言ったりライブ情報をお届けしたりするという番組で、ね、はい、やっております。これいろんなね、うん、いつもは社内のね、そうですね、クリエイツさんの社内の中でスタジオがあってそこで放送してるんですけど、今日はで東京ゲームショーやってまいりました。やってまいりましたよ、ね、ありがとうございます。いやリアルのねこう実際にねお客さんがいらっしゃる中での情報局は初めてですから。そうなんですよね、楽しみですよね。あれ今 YouTube でも生配信してましてですね、私どもにはちゃんとここにコメントも出ておりますので、うん、ありがとうございます。どんなことをやるのか ね皆さんちょっとお楽しみにでございます。日本の方もねぜひぜひ一緒に参加していただいて、はい、はい、というわけでですね、ちょっとね今ここで今3人ですけれども、はいはい、まあ、ちょっと今日はねあのゲストも、ね、いらっしゃるということで、まあそれはねやっぱりね、ちょっと花を添えていただきますか、3人プラス2ということでございますので、お呼び出しさせていただきたいと思います、はい、ね、さあそれでは参りましょう。皆さんね拍手でお迎えください、はい、スピリットマシンフレイリートに登場する風祭真帆役でご出演の鈴木彩香さん、そして三鏡玉木役でご出演の倉地レオさんでございます。どうぞ、はい、大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあここでちょっと自己紹介、鈴木さんからお願いいたします。はい、鈴木彩香と言います。フレイリートでは風祭り真帆ちゃんの声を担当させていただきました。実は今年の4月に、声優になったばかりの声優1年生です。今日デビュー、皆さんよろしくお願いします。おー、
声優になってこんなすぐゲームショー出ちゃうの俺結構かかったよ。ありがとうございます。結構頑張ってから出たけどな。皆さん運がいい人でございますので皆さん、もらいましょうね。煙もらうつもりでこれもらいましょう。あ、そしてさあ、そしてはい、三鏡玉木役を演じております、クラチレオです。よろしくお願いします。はい、さあ、クラチさんはどんな方なんですかね。はい、クラチはですね、時間かかりました。 TGC に立つまで、だよね、よかった、東京ゲームショーに立つまで、はい、毎年ゲームショーの、ビジネスデイには、はいはい、お邪魔していたんですけれども、こうして一般開放の日にですね、ステージに立つのは初めてでございます。素晴らしい、ありがとうございます。ちょっとここで名を売っていきましょう。こうね、よろしくお願いします。ゲームショーの方々にね、売っていきましょう。よろしくね、みんな。よろしくお願いいたします。いい声、いやー、クラチレオです。よろしくお願いします。どうも、田中健太です。覚えてください。鈴木彩香です。ちょっと待ってください。ダチョウクラブみたいな感じになりそうなムードがありますね。というわけで、インティクリエイツ情報局スタートさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではここでね、座りますか。ここでね、そうですね、はい、お願いします、はい、どうぞお席の方にね、お座りください。はい、さあ、というわけでございましてですね、皆様、まずこのですね、カルドアンシェルね、ここに出てきますけれども、カルドアンシェルというこのゲームですけれども、まあ、もうもちろんね、ゲームのコーナー行ってらっしゃる方いますが、ゲーム知ってます、知ってますっていう方、ありがとうございます。ありがとうございます、はいね、いいですね、正直に最前列で挙げない方もいらっしゃる。それね、素敵ですよ。さあ、もちろんそういう方のためにですね、どういったゲームかをね、ちょっとお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、簡単なね、PV みたいなものをご用意いたしましたので、そちらをまず見ていただければと思います、はい、こちらです。行きましょう、どうぞ。打ち抜く、我が刃の領域、潰す、ファイヤーに任せて、これでどうだ。300種以上のカードと50曲の歌を駆使して戦うデッキ構築型のローグライトカードバトル RPG カルドアンシェルが2024年10月24日発売に決定。そんな行き止まり。開発中のフルダイブゲームラストタクティクスに意思を持った別のゲームのキャラクターが現れた。人々は俺のことをこう呼ぶ、ゲーミングチェアディテクティブと。ゲーミングチェア探偵ネオンはゲーム会社のスタッフアンシェの依頼を受け、電脳世界で起きた不思議な事件を追う。ダンジョンを好きに歩き回り自由に攻略できる本作では、何度も戦って強いカードを大量に仲間にすることも、道中の敵を全て無視してボスに直行することもできる。ユート、精霊を信じろ。わかった、フレイリーター。300種以上のカードはカルドアンシェルの世界で発売されているゲームの意思を持ったキャラクターたち。カードは全てボイス付きで、生きているかのように会話がつながっていくリンクエチュードシステムを搭載。架空のゲーム作品だけでなく、インティクリエイツのゲームキャラクターも多数登場し、作品の垣根を越えて会話が楽しめる。ディーバキャラクターは条件を満たすことでバトル中にライブを開始し、固有の強力なバフでプレイヤーをサポートする。私の歌を頑張って、これの力を見せてやるぜ。絶対蹴り殺す。10を超えるダンジョンはボスとなる主人公およびヒロインと彼らが登場するゲーム作品にまつわるストーリーが展開される。一度クリアしたダンジョンは10段階以上の難易度が解放され、歯応えの増した敵や特殊ルールが登場する。それまでに仲間にした全てのカードを連れて挑む高難度の総力戦のダンジョンも登場。強力な効果を持ったディーバを同時に歌わせたり、カードに秘められたグリッチを戦略的に掛け合わせ、爽快なぶっ壊れコンボを狙おう。歌の力で決めろグリッチ、ぶっ壊れ爽快カードバトル RPG カルドアンシェル、2024年10月24日発売予定。同日に任天堂スイッチ、プレイステーション5対応のパッケージ版も発売予定。パッケージ版にはノスタルジック 2D アクションゲーム、スピリットマシンフレイリートが漏れなく付属。パッケージ限定版には設定資料集、
サウンドトラック、アクリルキーホルダーを同梱。パッケージ版の予約特典は A4 クリアファイル。いってらっしゃいませ。インティクリエイツ。さあというわけで、ね、あのですね、はい、ちょっとうちの番組でですね、はいはい、見てるとですね、コメント欄にいろいろ来るんですけども、そうですね、だいたい親の顔より見た PV ということでですね、だいたいファンの方が見すぎだと、PV をと。もうね、いっぱい見ていただいて、もう気づいてらっしゃる方もいるかもしれませんが、はい、ナレーションされたらいいかと思いますね。私のナレーション、はい、今の PV ね。え、俺がしてるの？いい声だと思った。一貫さんが親です。あ、そう、一貫さんが親。あ、親です。というわけでございまして、みんなどうでした？カードゲームやられます？いや、カードゲームはトランプしかやったことないです。トランプしかやったことない。まあまあ、でもカードゲームといえばね、確かにトランプですから。だから王道ですね。クラキさんはどうですか？私はカードゲーム集めるのが好きで。あ、いいですね、はい、人それぞれ楽しみ方ありますからね。コレクションしたいなって思うタイプです。何のゲーム集めてたんですか、ちなみに？ポ、うん、あ、ポね。ポ、ポとか変わった。なるほどなるほど。のやつですね、はい。皆さん世代、あ、若いもんね。俺の時代はもっとあれ、マジックとかですか？あのね、びっくりよりも前から。おお、俺なんかびっくりより前のあれのウエハースの中に入っていたハリハリ仮面というのが。知らない。知ってる人いるの？笑って。あ、なんか一部に超刺さってますよ。ハリハリ仮面ご存知の方いらっしゃいます？ちなみにみんな手挙げないですね。いない、ほら、あれあれ。いや、今絶対知ってるリアクションの人いましたけどね。いないや、もうこんなもんですよ。私53歳一貫さんはこんなもんですよ。なるほどなるほど。さあ、皆さんは実際に TCG やトレーディングカードゲームとかでプレイされたりしますか ね、 ね、どうでしょう。いや、やる方いますよみたいな。あ、結構プレイされてますね。あ、まあまあね。まあ、でもやっぱりね、こう、まあ、インティクリエイツさんってそのカードゲームのゲームを今までそんなに出してこなかったというか、あのアクションゲームがねメインだったのでね、カードゲームあんまり詳しくないよって方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まああのこちらのゲーム、カードがですね、最初から300枚300種類、あのこれなかなかないんですよ。あの本当はどんな感じなんですか？だいたい、まああのそのトレーディングカードゲームがリリースするときって、まあ、スターターデッキが1つ2つ出て、うん、それにブースターパックが出てみたいなので、せいぜい、まあ、100何十種類とかからスタートすることが多いんですね。で、300から始まって、何より歌が50曲ですよ。え、歌50曲、はい、半端ないです、まあ、ちょっとね、カードゲームと歌ってちょっとなかなか今結びつかないかもしれないですけど、確かにこの後ね、ちょっといろいろお話ししていきますので、ぜひね、聞いていただければ、はい、もうね、ゲストの方もいらっしゃってますから、そりゃ歌はね、もちろん、うん、ここで歌わせていただきましょうかね。よろしくお願いします、ね、はい、ありがとうございます。ちなみにちょっと一回聞いて、僕は本当にカードゲームそんなね、はいはい、ケンちゃんほど詳しくはないので、はい、吉岡さん、はい、なんで300にしたの？確かに先にこうだ、今度とかやりたいなって、先にカード効果をバーって洗い出したんですよ、うん、で計算したら300枚必要だなってなったので、300枚でゲーム作りましょうって。その計算合ってますか？合ってます、大丈夫です。でもゲームが面白くなる枚数ってことですね。一番いい枚数ってことですね。確かに確かに、そうなんだ、うんうん、どうでした？体験版やったんでしょ？いや、面白いっすよ。僕ここでやっ、いや、あんま面白くないっすねって言うはずないじゃないですか。いや、俺はあんま刺さんなかったんすよって。バカじゃないですか。ね、いや、本当にもう、そういう、そういうの抜きで本当に面白かったですよ。いろいろやってきた人が、まあ、実際にプレイされた方もいらっしゃいますよね。あの、カードゲーム要素だけじゃなくって、ちょっとオリジナル要素というか、カードにその移動の要素が入ってたりとか、うんうん、まあ、今までのその TCG じゃあんまりなかった要素がかなり入っているので、うん、なんかね、カードゲームやってらっしゃる方でももちろん楽しんでいただけるし、初めての方でもね、とっつきやすいと思います。うん、このなんていうんですかね、このゲーカードゲームの中に登場するキャラクターたちの説明をね、はいはい、もう一回ちょっとケンちゃん、つまりどういうことなの、これは。カードゲームに登場するキャラクター、ね、あ、これは何が出てるのかって話だよね。そうですね、うん、まあ、実際にですね、インティークリエイツが過去に出した、まあ、多分このそちらのブースにいらっしゃってる方、インティークリエイツのゲームプレイされた方多いと思うんですけども、ちょっと知らない方のために、今までにその実際にインティークリエイツが発売してきたゲームのキャラクターだったり、あとは、まあ、架空のね、キャラクターであったりとかが、ゲームの中に登場するという。で、その架空のキャラクターもかなりもう設定が凝ったような
ものになっているというところですよね。インティさんのゲームが中に入ってるのは分かるけど、うん、架空のゲームが入ってるっていうのはどういうことなんですか吉岡さん。いや、単純に既存のうちの IP だけだとどうしてもキャラクターの偏りだったりとか、まあ、年代だったりとか、まあ、そういうのをなくすためにいろいろ考えた結果、じゃあ架空のゲームを足して全体のバランスを取ろうって。架空のゲームの設定がいろいろ出てきますけど、だいぶまあ、いい意味でなんですけどオタクが大好きな感じですよね。もう本当オタクの考えた世界観みたいな。そうですね。さあということでね、まあ、はい、実際にですねゲームの方を、まあ、プレイしてね、まあ、どんな感じなのか見ていただこうと思うんですけどもいいですかね。そうですね、ちょっとそこ行きましょうか。はいはい、ね、その辺のこれからのじゃあ進行ちょっと吉岡さん、はい、バトンタッチでお願いしたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではゲーム画面の方よろしくお願いいたします。はい、はい、今ご覧いただいているのがカルドアンシェルのバトル画面となっております。うん、画面の左側青色のフィールドにいるキャラクターがプレイヤー、右側の赤色のフィールドにいるキャラクターが敵となっております。はいはいはい、先ほど見ていただいた紹介映像やこのバトル画面の雰囲気などからカルドアンシェルってリアルタイムのアクションバトルなのと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、カルドアンシェルはターン制のカードバトルとなっております。ですのでゆっくりじっくり考えてプレイしていただいても大丈夫となっています。これはいいですよね、まだ慣れてない方とかねバタバタしちゃいますからね。カルドアンシェルのゲームジャンルはぶっ壊れ爽快カードバトル RPG とあるようにカードを使ってバトルを行います。なるほど。カードの左上に書かれた数字分のコストを支払うことでカードの効果を発動させ攻撃などを行うことができます。うん、まあ、これに関してはね普通の一般的な、まあ、カードゲームによくあるコストみたいなもんですよね。はい、そうですね。ですがカルドアンシェルのカードは攻撃だけではなく移動にも使うことができます。なるほど。プレイヤー側の青色のフィールドの一部が黄色く光っているのが分かりますでしょうか。まあ、ちょっとね工事現場みたいになってますね。うん、この黄色く光ったマスは相手からの攻撃の有効範囲となっております。なるほど、危険だと、ここにいると危ない。このままこのマスにいると相手からの攻撃を受けてしまうので攻撃範囲の外へと移動する必要があります。なるほど。そこで、こちらのカードの左上1と書かれたコストの下に4つのひし形が集まったようなマークがあるのが分かりますでしょうか。今ねこう一貫さんがねこう矢印でね指してくれてますね。はい、こちらのマーク上の1つが赤くなっていますがこのカードを移動に使うことでこのような感じに移動することが攻撃範囲から逃げられたと。ほうほうほう。このように、カードを使って、移動して敵からの攻撃を回避したりまたは、敵への攻撃が当たる位置へと移動したりとカルドアンシェルでは位置取りがとても重要となっておきます。なるほどなるほど。これ普通のカードゲームにはない要素だから面白いですよね。うん、このようにカードを攻撃にも移動にも使用できるというのがカルドアンシェルのカードバトルの大きな特徴ですが、もう一つ大きな特徴であり重要な要素があります。それがディーバの歌です。歌、これさっき話してたやつですよね。歌っていう部分なんですけど、はいはい、カルドアンシェルには先ほど説明しましたバトルで攻撃や移動に使用するいわゆる通常のカードの他にディーバカードという特殊なカードが存在します。ディーバカード、はい、ディーバにはそれぞれにライブつまり歌が流れる条件が設定されていて、うん、その条件を満たすことでライブを発生させることができます。なるほどなるほど。うん、今日はゲストに鈴木さんと倉地さんをお迎えしているのでお二人の担当したキャラクターのライブを発生させてみましょう。見れた、嬉しい。見れる。じゃあ早速、ですね、はい、この三鏡玉木の、ライブはいずれかの効果でカードを合計で8枚引いてくることで発生させることができます。なるほど、結構条件きつそうですけどね、どうなんでしょうね。そうですね、まあ、ディーバの可愛い子の横に今分数が表示されてますが、はい、これが、ディーバの発生条件の達成度を表しています。なるほどなるほど。現在はあらかじめ6枚引いておいたので、はいはいはい、あと2枚8の6というふうになっています。うん、はい、つまり、あと2枚発生カードを引くことができればライブが発生するという状態となっております。引いて引いて。でですね。で、現在このカード、カードをあと2枚引けば、玉木のライブが発生しますので、はいはい、このアクアディーネのカードを使うのが良さそうですね。はい。
うんうんうん、そうですね、でこれしかもあのコストがゼロですからね、うん、コストゼロってことは自分の分のねそのコストを使わずに使用できるから、うん、ただこのアクアディーネっていうのは玉木のパートナーなんですかね、確かね、はい、設定として。そうなんですよ、はい、パートナーなんですが、え、これってパートナーだと相性がいいとかそういうのもあったりするんですかね。そうですね、基本的にその原作のゲームで、はいはい、相性が良かった、仲の良かったキャラクターとか、うんうん、関係性が深いキャラクターなんかは何かしらのシナジーが、組まれるということが多くなってます。シナジーっていうのはですね、うん、まあ、例えばそのカード1枚だとその効果が完結して自己完結していないカードが、うん、あの協力同じカード、まあ、同じシリーズ、例えばこれだったらもうフレイリートのねシリーズだったりで、その2枚使うことでお互いのその弱点みたいなのを補ってより強い効果に変わるみたいな、あ、相性がいいカードになる、相乗効果みたいなことだと、シナジー、はい。それではこのアクアディーネのカードを使って玉木のライブを発生させていきましょう。はいはい、おお、かわいい。はい、という感じで玉木のライブが発生しました。おお、すごい。ライブが始まると歌が流れて背景もディーバのイラストになります。おお、これだ。もちろん演出だけではなくそれぞれのディーバの持つ固有の効果でバトルをサポートしてくれます。おお、玉木のライブの効果はこのライブの開始時、つまり今のタイミングとターンの開始時に先ほど使用したアクアディーネのカードを2枚手札に生成します。おー、くれる、うん、こんな感じですね。あ、すごい、すごい、生まれた。これがあの毎ターン、あの2枚アクアディーネのカードを生成されます。強いです、すごい。そうなんだ、非常にあのカードのドローが進むようになる。しかもこれコストゼロですからね。ゼロや、ゼロってことは自分のその持ってるコストを使わずに毎ターンだから4ドローってことですか。めっちゃずるいじゃん。ずるい、だいぶ強いキャラになってますね、はい、やったー。玉木ちゃん、みんな使ってください。使ってくださいよ。はい、玉木のライブが発生しましたので次は真帆のライブを発生させます。そうですね、真帆ちゃんも見たいですね。真帆、真帆のライブはカードを3枚除外することで発生させることができます。あれ、これさっき除外することでドローするっていうカードでしたよね。そうです、これも先ほど話したシナジーがかかってるってことですよね、はい、仲がいい、先ほどアクアディーネのカードを使って1枚除外したことで達成度が3分の1となっていますので。あ、1枚ね、さっきやりましたもんね、はいはい、あと2枚除外すれば真帆のライブが発生しそうですね、はいはいはい、なるほど。そして手札には先ほど玉木のライブの発生に入手した除外の効果を持つアクアディーネのカードが2枚あります。すごい、はい、もうお分かりですね、シナジーがすごい。それでは早速やってみましょう。やったー。2枚目除外して、うん、3枚目を除外します。ゆうちゃんは私が出てきた、失礼しました。おー、まほちゃん、しょうがないな。はい、まほのライブが発生しました。あー、すごい。このアクアディーネの子はまほちゃんのライブも発生させることができたということですよね。あ、でもあのさっきの黄色のロボットのアクアディーネは玉木ちゃんのスピリットマシンですけど、はい、真帆ちゃんとも相性はいいんですか。そうですね、まあ、真帆と玉木は仲良しだからというのもあるんですが、その同じ作品のキャラクターはそれぞれにシナジーが高くなっているのが多くなっています。なるほどなるほどなるほど、はい、真帆のライブ効果は真帆のライブが発生して以降に、うん、各ターンで初めてカードを除外したときにそのカードのコピーを生成し、さらにそのカードのコストをゼロにすることができます。ゼロ、はい、ということで実際にやってみましょう。はいはいはい、まずこのカードですね。お、このカード、クコンのクオンというゲームに登場する。これは本当にあるゲームです、はいはい、そうですね、架空じゃない。最近発売されたばっかりの猫ちゃんの、ね、ゲームですけども、はい、じゃあクコンのクオンに登場するガルベストンというキャラクターのカードは、はい、敵に28ダメージを与えることができる。強いですけど、これ強いんですが、コストが3と非常に重いカード。もともとだってコスト最大で3ですもんね、ってことは普通に使ったら自分のその手持ちのコスト全部使い切っちゃうっていうことですよね、はい、ってことはなので、ね、なかなか使いどころが難しいカード。はい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 、しかしこのそこでこのフレイリートのカードを使って先ほどのガルベストのカードを除外してみましょう。手札を1枚除外しとありますもんね、はい、でじゃあ使ってみましょう、はい、
生まれた効果で、カードを除外した結果魔法の効果が発動して、ガルベストのカードのコピーが生成されました。しかもさっきまで3だったコストは0となっています。0ほど肌使いできて、でも効果は変わらず28ダメージってことですもんね。そうですね、めちゃめちゃ強くないですかこれ、はい、これはすごいですし、しかもこのライブが発生してるっていうだけでね、やっぱこう背景も変わるし音楽も変わるんでテンション上がるのに、こう効果まで強いとなるともう最高ですね。本当ですね、すごい。あ、はいはいはい、はい、さっきあの玉木ちゃんの歌が流れてたじゃないですか、はい、で今真帆ちゃんの歌に変わったと思うんですけど、はいはい、あ確かに確かに、はい、玉木ちゃんの効果ってどこに行っちゃったんですかね。ですね、ライブを新しく発生させるごとに、うんうん、そのディーバと歌、そのディーバの歌と演出に切り替わるのですが、はいはいはい、バトル中に発生したライブの効果は全て重複して発生して、このバトル最中ずっと永続的に効果が発生。よかった、上書きじゃないんですね。上書きじゃないんですか。せっかくライブ頑張って発生させたのにね、なっちゃいますもんね。ずるいじゃん、継続だ継続。ずるいじゃん敵側から文句来ないですかいそうですね、確かにね、ぶっ壊れ爽快カードバトルです。確かにぶっ壊れてますよ爽快だわ確かに、はい、まあ、という感じで、まあ、ディーバの効果はどん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 積み重なっていきます。それに、バトル中永続ですので、いかに早くディーバのライブを発生させるかというのがとても重要な戦術となってきております。なるほど、なるほど。今日紹介した真帆と玉木の他にも、はいはい、カルドアンシェルには50曲もの歌が登場します。50曲はすごい、はい、どのディーバの効果も非常に強力なものとなっていますので、ディーバの力を借りてバトルを有利に進めてみてください。はい、それでは実機での紹介はこのあたりで、画面を戻していただけますでしょうか。はい、というわけで吉岡さんでありがとうございました。ありがとうございました、ね、さあということでね、先ほどの実機プレイ皆さん見ていただいたかと思うんですけれども、ちょっと面白そうかなとか遊んでみたいかなって方いらっしゃると思うんです、こちらのねハピネットブースト、ホール 8S02、ハピネットブースト、こちらのハピネットブースト、ホール 8S02 でインティークリエイツのブースで試遊ができます。ぜひぜひ、そうですね、向こうですかね、はい、8ホールですね、そちらの方で試遊ができますので、ぜひこの後ね、ライブ終わったら遊びに行ってみてください。というわけでカルドアンシェルの紹介コーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあここからはですね、今度もう一つお二人が出ているスピリットマシンフレイリートについて、はい、説明していきたいと思いますので、まず二人が出演されているこのスピリットマシンフレイリート、鈴木さんからじゃあちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、わかりました。ゲーム、このスピリットマシンフレイリートは剣と魔法のファンタジーロボットアニメ、スピリットマシンフレイリートがテレビで放送されていた当時にメディアミックスの一環として展開されていたゲームという設定です。設定です、設定です、設定ですね、設定です。なるほど、ちょっとね分かんなくなっちゃいますよね。これは実在しないアニメです。難しいですよ、こういうアニメがあったかなっていう ね、はい、ね、実在しないアニメを説明し、実在するゲームの話をしてるんですよ。はいはいはい、難しいんだいや、ただ架空なんですけれども、はいはい、皆様記憶を呼び戻していただいて、なるほど、あったなあったな、懐かしいなと思って、思ってください、思い込みが大切です。そうです、あったぞこのゲーム、あったね、このアニメはあった、あった ね、 ね、 あったね、アニメありましたよね懐かしいですね、あの頃懐かしいですよね。懐かしい、なんか11はすごい良かったですよね良かったもんね、ワンクールの終わりかけだからね、すごい良かった、ワンクール終わりかけの時が一番良かった、あの時ね盛り上がった ね、 ね、さあそして、はい、で、まあ、ゲーム自体はそのアニメの登場人物とほぼ同じで、その主人公の男の子日野優斗くんと、同じ少年少女4人が異世界のキラカディアというところに召喚されてしまって、ね、で魔法の力で動く意志を持ったこのロボット、スピリットマシン、フレイリートと一緒に、まあ、戦ったり冒険をしていくというゲームの展開になっています。まあ、ゲームはちょっとアニメとは違ってオリジナル展開で進んでいきましたよね。懐かしいですね、確かにびっくりしましたよねオリジナル展開だったありましたなアニメとちょっと違う感じだったありましたそれも良かったんだよな、あれも良かった、ね、でまあ、主人公の日野優斗くんは基本的には操作をしていく、まあ、冒険のパートと
あとはまあ敵とボスと戦うときにはこのスピリットマシンに乗り込んで戦う剣撃アクションを楽しめるというこの2つ楽しめるというのも皆様あの懐かしいんじゃないかなと思います。ゲームとしてね、はい、冒険進むごとにいろんな仲間もサポートで入っていくという設定でした。でですね、ゲームの中でまあエンディング曲とかまあタイトルを起動するとお曲流れるんですけど、それがアニメのオープニングとエンディングという設定になっております。なるほど、はい。でもこのフレイリートね、もともとエイプリルフールの企画で、そうなんです、そうなんですよ、映像を作って公開をしたところ、まあ、カルドナシルに入るっていうのはまあ決まってたんですけど、うんうん、あるよみたいにエイプリルフールでやったところ、皆様から思いのほか反響がめちゃめちゃあって、これ難しいんですけど、今は本当のこと、あ、これは本当の話です、これ現実のこれ本当のことの話、全然わかんない、ここ難しいんですよ、ま、あの言葉をちょっと汚くして言うと、エイプリルフールに悪乗りして作ったら反響があったから実際に作るみたいになって、実際に作ったのがこれですってことですよね。そうです、はい、そうです、そうなんですよそして、はい、本当に作っておまけで作ったんですよ、おまけ用に作ったらいいゲームじゃんってことになって、じゃあ発売ちゃんとそれはそれでしようぜって会社が言い出してなってったというですね。そうなんです、ノリで作ってんすよインティクリエイツは。いや大事ですよね、勢いとね、うん、最高の会社ですね、うん、なのでまあ特典、本当はカルドモンシェルのパッケージ版の特典という設定だった、特典でちゃんと発売される予定だったんですけれども、ちょっとそれ以外のプラットフォームでも展開をされるということでございます。おー、はい、はい、で、まあ、ちょっとそちらのあスライドをお願いします。はい、で、現在その出ますかね、はい、ちょっとまだ出てないかな、スライドがフレイリート発売予定のスライドが ありましたね、こちら、ありました、こちら、はい、ありがとうございます。これは事実です、本当です、はいこれはあの実際にある本当に発売するゲームですね、はい、まマルチプラットフォームで今開発中ということなので、うんうん、発売はこの冬頃になるかなということでございます。なので、はい、このフレイリートをいち早く遊びたいよという方はパッケージ版を買っていただくか、もしくはスチームの予約で、うんうん、はい、買っていただいて、ぜひフレイリートを一足お先にプレイしてみてください。わかんないですよね、わかります、フレイリート、これ別でも、ここで売ることになったんですけど、もともとはカルドアンシェルのおまけとして作ったので、はい、カルドアンシェルのパッケージ版をご購入いただいたらいち早くプレイできますよっていう状態で、まあ、あのカルドアンシェル、まあ、みんな買いますよね、みんな買いますけど、まあ、万が一買い忘れちゃった人はこっちをね、あの冬に発売、これ単体でも遊べますよっていう話でございました。多分この単体は単体でなんか面白い特典とかつくと思うのどうでしょうね、俺は予感よ、予感、予感予感で言ってますね、もしかしたらあるかもしれないですしね、そしたらそれはそれでまた楽しいかもしれない、ね、というわけでよろしくお願いいたします。お願いします。フレイリートも私有ができますので、ね、あちらでもファミリーブースだったりインティさんのブースで遊んでみてください。あ、鈴木さんありがとうございます。さあそしてですね、ここからは設定の話ですが、架空の話をこれからします。架空の話をしますよフレイリートのアニメって続編ありましたよねありましたね、そう続編そうなんですよ、そうなんですよ、はい、フレイリートには、ね、はい、そんな話出てましたよね、続編の2、出てました、はい、続編になる2が、はい、ございまして、じゃあちょっと倉木さんから2についてお願いいたします、倉木さん、はい、じゃあ続編それでは紹介させていただきます。ゲームスピリットマシンフレイリート2は剣と魔法のファンタジーロボットアニメスピリットマシンフレイリートの続編でございまして、スピリットマシンフレイリート2の放送に合わせて作成されたゲーム版スピリットマシンフレイリートの続編です。伝わっ、ここまでいけてます、ついてこれてます、はい、なんとか、はい、そうですね、アニメは1作目の数年後に放送されていましたという設定です、はい、はい、
一旦大丈夫かな。こんな感じで格闘の設定がですね山ほど詰め込まれているんですよ。そうなんです。でもそれがすごくねこう緻密にねしっかりと考えられているんですよね。はい、それこの一個一個追っていくのも楽しいですよね。はい、はいはい、そして前作同様基本となる設定はアニメ版と共有しており、2のアニメに登場した新キャラクターであったりフレイリートたちのパワーアップした姿も登場していますが、物語はゲーム版スピリットマシーンフレイリートからちゃんとねつながっている構成になっておりますよ。はい、タイトル名はアニメと同じなんですけれども内容的にはゲーム版の続編という設定です。なるほど。はい、そして本作は前作のゲームシステムをベースにバトル中にフレイリートたちをグローアップ、はい、グローアップさせることができて、よりパワーアップした剣撃アクションを楽しむことができますといった内容の、カルダンシェルに登場する架空のゲームになります。これは架空なんですね。ここは架空です。設定のゲームのオープニングとかを使ったりしてるってことですかね。いやこれもうね、はい、そうですね。あ、そうですね。主題歌はですねアニメ版2のオープニング曲を使用しておりますよ。はい、まあ、これは、はい、実際に曲はあると。曲はそうで、ね、曲はある。設定は架空ですが、今のアニメの話は設定と。設定です。でも曲はあります。曲はあると、はい、なるほど。吉岡さん、はい、インティクリエイツさん、はい、このアニメ作っちゃおう。そうしたら見たい。この説明をしないで済むわ。そうですね。来年のエイプリルフールショートアニメで作ればいいんじゃないですか。うわ、楽しみだな。1のシリーズと2のシリーズを作ればこんな説明せんで済むよ。そうですね。4クールアニメを2つ作るのはとんでもなく大変だと思いますよ。予算がいけないことだ。8クールですよ。その通りだな。2年間ってことでよろしいですか。あら、楽しみだな。楽しみです。レギュラーが4月にデビューしたばっかりなのに、メインのレギュラーがすごい。楽しみですね皆さん、ね、楽しみだな。待ってますね。さあというわけでね、このまずちょっと中のキャラクターたちを紹介していただきたいなと思います。お二人がやってられたキャラクター、はい、ありがとうございます。それではスライドお願いします。ありがとうございます。こちら風祭り真帆ちゃんですね。私がお声と歌担当させていただきました、はい、スピリットマシンフレイリートのヒロインでございます。主人公日野優斗くんの幼馴染で、うん、異世界キラカディアに召喚された日本の中学生14歳という設定ですね、うん、幼い頃からいつもこの優斗と一緒に過ごしていて、うん、何かと世話を焼くしっかり者の神社の娘という巫女さん、巫女さんっぽい格好してますね。そうなんです。確かに優斗との関係を周りからはなんか夫婦みたいだっていうなんかちょっとそんないじられ方をしているんですけど、もう真帆ちゃんはそうよ当然よみたいな、で結構ドーンと構えている、ちょっとそんな一途なところのある可愛い女の子、メロイホーみたいな感じになってるね。可愛らしい、うん、お母さんみたいですね。そんなキャラクター、 ありがとうございます。さあ続いてはね、倉地さんの方お願いいたします。はい、それではスライドをお願いします。はい、はい、私の演じました三鏡玉城ちゃんはですね、異世界キラカディアに召喚されたユートと真帆の友人になります。はい、ユートとはいつも口喧嘩をするおてんばで勝ち気な女の子で、悪いやつと卑怯なやつは大嫌いだぜっていう性格でございます。正義感、うん、はい、そしてね、なかなかくっつかないユート君と真帆ちゃんをね、こうもどかしく思っているんですけれども、はい、あとは猫ちゃんがね大好きでございます。可愛いの猫ちゃん、はい、そんな可愛いキャラクターでーす、ね、ありがとうございます。さあというかこのね真帆ちゃん玉城ちゃんね、どうですか、やってみて演じてみてどうですお二人は。自分のキャラクターと近いとかなんかあります。うんうんうん、私はもうこのキャラクターがほぼデビュー作というか。あ、そうか、すごい。もうデビューのキャラクターにこんな可愛い子を任せていただけて嬉しいし、うん、すごい収録もドキドキしながら臨みました。いいですよね、思い出の作品になるってことですよね。本当にもう、うん、どうです。あ、私の演じたあの玉城ちゃんはですね、あの猫ちゃんが大好きで、あの、うん、イラストにもあの猫神父さん、猫神父ちゃんと一緒にね写ってるんですけれども、これ猫神父さんっていうの、猫神父さんっていうんだそうです。これさっき私知りました。猫神父さん、あ、名前知らなかったわけ。かわいいなって言ってた猫神父さんっていうとね教えてもらってですね、うんうん、そしてあの玉城ちゃんはその猫の女神
と言われてるんだそうです。この猫の目だから、そうなんです。だから今日のお召し物もね、ちょっと猫をイメージしてきたっていう風に伺ってるんですけど、はい、あら可愛い、私いいです。猫顔なんです。あーいいですいいですね。これはじゃあもうぴったりじゃないですか、ぴったりかなと自分的には思っております。うんうん、どうですか、はい、あのゲームのね、あの あれやりました。やりました、体験版プレイリート体験版ね、あっち側にあったじゃない、やりました。あ、こゲームショーではないんですけど、はい、別のところで試遊はさせていただきました。どうでした。めちゃめちゃ楽しい。あ、そう。でもちゃんとやらないとあっさり負けます。あ、そういう、インディクレイスさんね、やっぱこう難易度というか、やっぱやり込み要素っていうかね、簡単だったらインディクレイスじゃないみたいなところありますもんね。なるほど。で、歌とかもね、なんかそのどういう歌なんでしょうか。後でまあライブやって説明していただけるのか、はい、どんな感じでした歌は、お二人。もうこの絵柄から分かるように、うん、90年代のアニメソングという感じで、うん、ちょっとゆっくりゆっくり手拍子をしていただけたら、うん、ライブの時は嬉しいですね。はい、どうです、はい、玉木ちゃんの楽曲はですね、こうキャラソンらしいキャラソンというか、こう歌い上げるというよりかは、こう喋るように、なんかセリフのようにこう歌うような、こう可愛らしい楽曲で、あのオリジナルの振り付けもありますので、あとでみんなしっかり猫になってもらうぞ、よろしくお願いします。はい、さあというわけでね、まあ、歌の話が出たところでね、ライブパートにも行きたいんですが、ちょっと少しだけねお知らせを先にさせていただいてからライブもねするという形にさせてください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、カルドアンシェルの情報からちょっとささっと説明させていただきます。カルドアンシェルはダウンロード版、パッケージ版のどちらも2024年10月24日の発売を予定しております。ダウンロード版は任天堂スイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox One、Xbox シリーズ X およびシリーズ S、Steam での配信を予定しておりまして、価格はいずれのプラットフォームも3480円となっております。で、次のスライドをお願いいたします。はい、ありがとうございます。パッケージ版はですね、 Nintendo Switch、PlayStation 5の2機種での発売を予定しておりまして、価格はどちらのプラットフォームも通常版が4950円、限定版が1890円となっております。パッケージ版には通常版、限定版どちらにもですね、このノスタルジック 2D アクションゲーム、スピリットマシンフレイリーと漏れなくついてきます。これは実際についてきます。はい、実際についてきますね。はい、さあ次のスライドをお願いいたします。さあ、そしたらこちらはですね、限定版にはオフィシャルイラストレーターであります大津雄介さんによります、書き下ろしイラストを使用した限定版のボックスに、カルドアンシェルのフルカラー設定資料集、カルドアンシェルサウンドトラック CD3 枚組、アンシェアクリルキーホルダーの3つが同梱されるということでございます。50曲ありますから ね、次のスライドお願いいたします。ありがとうございます。予約特典はコンセプトビジュアルがプリントされた A4 クリアファイルになります。これは実店舗ネット通販ね、かかわらず通常版、限定版のどちらでも予約していただいた全ての方にお付けさせていただきます。各販売店様ではですね、さまざまな特典をつけていただいておりますので、ぜひともそっちの販売店で予約をお願いできればと思います。はい、お願いします。ね、スライドをお願いいたします。ありがとうございます。現在任天堂スイッチとスチームにてカルドアンシェルの体験版が配信されております。はい、ね、これは皆さんやってはいると思うんですけど、ぜひともお友達にね紹介をしていただくということで、はい、活動にねご協力いただければと思います。体験版を遊んで手に入れたカードはですけれども、こちらもうもちろんのこと、これ使うのはもちろんのことですね、プレイヤーの強化などのプレイデータすべて製品版に引き継ぐことができるということですので、素晴らしい、ね、この機会にぜひカルドアンシェルに触れてみて、ぶっ壊れそうかカードバトル体験していただければと思います。さあ、はい、次のスライドお願いいたします。じゃじゃん。さあこちら、インティクリエイツ情報局でございます。こちらですね、 YouTube と、ニコニコ動画にて各週の水曜日の21時に配信しておりますので、次回ですね10月9日の夜9時からということでございます。ぜひご覧いただければと思います。はい、スライドありがとうございました。以上駆け足ですがね、お知らせの方でございました。ありがとうございます。はい、さあというわけでお待ちかねでございます。いよいよここからライブコーナー、ありがとうございます。ライブコーナーでございます。はい、さあちょっと準備の方、ステージ上はね、はい、準備させていただきますので、よろしくお願いいたします。さあというわけで、ね、ライブパート、ここはですね、なんとまあこう会場のね、あのルール上ね、あれですね、コールとかそういうね、いろいろ声出しとかがね、ちょっとまだね、まあだいぶ良くなりましたけどね、はい、コロナ禍だって悲しかったじゃないですか。まあ、とはいえちょっとね声出しとかができない状態なので、そこだけご理解いただいてという状態ですね。まあ、せっかくだから手拍子ね、ボロボロ、あと
ね、ファンってやりますから、ね、後でちょっとライブ中にね、多分ご指示があると思うんですけど、ぜひ協力していただいて一緒に盛り上がっていただければ嬉しいなということでございますけれどもね。そう、皆さん実はですね、もうすでにインティークリエイツの X のアカウントで、曲をですね配信しているんですよね。そうなんです。お二人に歌っていただく曲はもうすでに配信済みなんですが、聞いてきたよなんて方いらっしゃる。どうですか。嬉しい。ああ嬉しいですね。まあ、でもまだ聞いてない方もここで聞けばもう一緒ですから、はい、だから楽しみにしてます。覚えてきます。覚えた人います。こんなもさかねえ、まさか。いやでもね、うちわとかね、グッズとか持ってくださってる方いますもんね。いや、ありがとうございます。なので皆さんは、今日中に歌えるように、踊れるように、大変、はい、スパルタですね、なるというのが、ね、ノルマでございますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、ね、どうですか。でもさ、はじめちゃん、あ、吉岡さん、はじめちゃんって言って僕は言ってるんですけども、はい、自分のゲームが50曲も曲が入るとかってどうです、はい、いや非常に嬉しいですね。ニコニコしてる。まあ、ゲームが、ね、当然好きでゲームを作ってらっしゃるから、はい、ゲームのところまでありますけども、はい、主題歌祭りみたいな感じで50曲ですよ、どういう気持ちで作ったんですか。ゲーム中にですね、あの歌が流れるタイプのゲームってすごい大好きで、で、まあ、カードゲームも大好きで、じゃあ合わせてしまおうっていうのがカウントダウンシューです。やりたいこと全部詰めてみたみたいな。やりたいことゲームですね。さあ、ということでですね、ライブの準備が整ったということで、ちょっとライブの方にね、スタートでございます、ね、まずはじゃあ倉地さんからよろしくお願いいたします。お願いします。お任せいたします。はい、お任せされます。一旦失礼します。はい、ということで、さっきね、あの初注意であったんですけれども、こう大きな動きとかね、声とかは出せないんですけれども、ちょっとした振り付けなら一緒にやっていいんですって。なので今からレクチャーする振りを一緒にやってもらえたら嬉しいなと思います。後ろの通路を歩いてる皆さんもですね、今からライブをするので、よかったら見に来てくれたら嬉しいななんて思ってますよ。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず手をグーにします。で、この時グーのね、ポイントが猫の手です。猫の手なので、ちょっとね、親指をこうちょっと外側に持っていってもらってですね、あ、いいですね、皆さん、はい、こちらを私がにゃーをと言ったら、にゃーを右側に、皆さんの右側に、はい、こっちですね、はい、皆さん出してください。にゃーを、にゃにゃにゃを、にゃーを、次上です、はい、左、うんうん、右、うんうん、上、そして顔を描いてください。にゃー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 、スリスリですね。それを2回繰り返します。にゃーお、にゃんにゃんにゃお、にゃーお、うーん、あ、素晴らしい、すごく教育された皆さんだ、ありがとう、もっと手こずるかと思った。はい、ということで、じゃあね、はい、改めまして、三鏡玉木役をね、演じております倉地レオです。それでは聞いてください。スピリットマシンフレイリートのエンディング曲、マジカルモーションです。お、にゃんにゃんにゃお、にゃーぼスリスリ、にゃーぼ、にゃんにゃんにゃお、にゃーぼ、ママはマジカル、秘密の呪文唱えてみれば何でも叶う、キキキキラメク虹色毛玉見た目もっと変えてみる、地味なのは嫌い、カラフルで決まり、みんなみんなかき集めて、キラキラドレス、ピカピカな靴も、全部全部あたしのもの、そうよ、硬いなんかわかるでしょう、綺麗にただなりたいの、私からのラブモーション、無視するなら猫パンチを、あみまいYeah.
ありがとうございました。はい、三上玉城でマジカルモーションでした。可愛かったですね。皆さんのニャーニャー裏でもちゃんと見えました。盛り上がってもいたね。さてここからは風祭り真帆ちゃんの楽曲を歌わせていただきたいと思います。改めまして声優1年生の鈴木彩香です。今日はよろしくお願いします。真帆ちゃんの曲はオープニングということもあってちょっと疾走感のある曲と、そして柔らかい可愛らしい曲と2曲をお届けしたいと思います。それでは最初の1曲目、スピリットマシーンフレイリート2のオープニング、 Always Loving New です。やだ、ありがとうございます。うい、最高です。夜のとばりを走るシグナル、あなたの影が浮かんで消える。触れる指先、見えない糸が瞳の奥の光を映し出す。ほどけない絆が、お互いの距離さえも超えてゆくの。ルールなんか壊して道の果てに Fly away、 傷ついても Don't cry、 迷いながら同じ未来へ離れない。 Always loving you。 ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん懐かしい気持ちになりましたか？なんかね、架空のアニメの主題歌ではありますけども、なんかもうありますよね、記憶がそんな気持ちで次の曲も歌っていきたいなと思います。次の曲はですね、スピリットマシンフレイリート初代のオープニングです。未来にミラクル、ありがとうございます。お願いします。もう、ゆうくんは私がいないとダメなんだから。いくよ。よし、揺れる心のかけらをそよ風にそっと揺られてみる。ほう、響く心のメロディー、まだ見えぬ答え探したくて、夢の中じゃそう何度も
ありがとうございました。 Always Loving New 未来にミラクル2曲聴いていただきました。ありがとうございます。それでは皆さんを呼び込みたいと思います。みんないやありがとうございました。いや素敵でした ね皆さんいかがでしたでしょうか。どうでした。いやありがとうございます。ありがとうございます。いやめちゃめちゃ盛り上がってましたね。実はあの僕らもねぐるっと回っ て、ね、あそこの、ねうん、カメラの横で見てたんですけど、もちろん僕もこれやりました。やりましたね。ありがとうございます。もうこれバッチリですね。皆さん家に帰ってから ねこれやってもらって一体感すごかったですね。嬉しかったです、うん、あれ両手でやっていいんでしょ。そうですそうです。こっち側はね私ねマイク持ってるからあれですけど。そうですね。ちょっともう一回だけ僕やらせてもらっていいですか。あれすごい覚えときたい。あ、いきますよ。せーの、にゃーぼー、にゃーにゃーにゃーぼー、にゃーぼー。おー俺振り間違えちゃった。覚えてバッチリだ、みんなバッチリだね。ありがとうございます。俺いけます、俺いけます。いやよかった。かわいい。あとケンちゃんと後ろでさっき見ながら思ってたんですけど、はいはいはい、え1曲目何でしたっけ。こっちの Always Loving You。 Always Loving You の絵出ます。Always Loving You。 あのフレディート2ですね。あこれじゃないですね。これが初代の初代のこと。これ、ちょっとアンニュイ、ね、アンニュイマホちゃん。めちゃめちゃいい雰囲気ですけど。いいけどダメでしょ。ね、11番いいけどダメ。いやここよここ。あお手手。この手。おさわり。本当だ。いくらあのすごいいい雰囲気ですごい笑顔だけど、うん、まだ触んないでねって感じだよね。あカードってことなんですね。いやいやまほちゃん気づいてないと思います。ちょっとねでもね思ったんですよ。あのインティクリエイツさんのゲーム、あとでそのカルダンシェルのブースね、あ、まあ、こっちもあるのかな。あ違うあっちに行ったらあっちです ですね。あっちにもあるんですけども、あの歌全部ああはい48曲ずっと流れてますね。流れてたんですけどあのネットで今配信で流れてるのが8分ぐらいの尺ですよね、はい、でもあそこに行ったらもっと長いんですよ。へだから、今ネットで出ているやつより長いバージョンでそこで歌がずっと流れてたんですよ。聞いたんですさっきあの井上さんに。だから皆さんあそこに行ってより一層ちょっとあれです手に入れてきてあの何が流れてるのかを聞いてください。そして思いましたけど結構センシティブな感じなの多くないですか。いや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 、そんなことは全然ないと思う。しらきる顔の代表的な顔してるじゃん。全然そんなことないです。全然セーフです。セーフですって言ってる時点でまずいことをちゃんと理解できてるわけじゃないですか、ね、えまあでも1曲あたりがねさっきあのライブで歌っていただいた曲が、はい、まあ単純計算ですけどあれが50曲あるって相当すごいですね。すごいですよ。収録も大変でしたでしょうしアーティストさんもね。録音監督のね一方さんっていう人が、はいはいはい、ここの壁の後ろにいるんですけれども壁の後ろ、ね、インディクリエイツファンの方だったらねご存知かと思うんです。絶対ねこの期間内で50曲撮ったのは死にますよ。いや死ぬと思います。いや大変だったと思います。しかもそれぞれコーラスだったりこうオケだったりめちゃめちゃこだわってるというのをね先ほど聞きました。そうなのだからね大変なはずなの。いやもう、ね、親の顔より見ていただいて、ねね、ぜひ親のおはようより聞いていただく歌、ね、ぜひということでございましたけど、どうでしょう、ちょっと一人ずつ、ねはいね、感想なんかまずはねお二人の感想をさせていただきたいと思います。もう何もかもが初のイベント初だし歌うのも初だしの初尽くしでしたけども、うん、皆さん本当に一緒にライブ盛り上げてくださって、ね、本当に楽しかったです。よかった最高、ね、よかったありがとうございました、ね、お母さんにもねちゃんと送ってみてもらおうこれね。お母さんお母さん、ね、さあそしてどうですか。はい改めましてクラチレオです。あの私事なんですけれども、うん、私デビュー作が、はいはい、このインティクリエッツさんの、はい、アームドブルーガンボルトのストライカーパックの特典のドラマ CD の畑野ちゃんという役なんですけれども、特典のドラマ CD、はい、だいぶなかなか。そして今回は今回は三日神たまきはこれも特典になってますので、ただ出てきます。出てくるけど特典から一
1本に、ね、そうですね、独立しましたし、はいね、ドライカーパックからやってるんですか。そうなんです。あ、そうなんや、はい、実はそんな、ね、ご縁もありまして、え、はい、もう何年ですかね、あれが2017年とかなので、2017年、はい、2017年、はい、うわー、7年前とか、はい、うん、こうしてね、こうゲームショーのステージに呼んでもらえるようになって、ね、本当に本当に嬉しいです。いや、素晴らしい、よかったね。ありがとうございます。2017年ってだいぶ前ですけど、はい、まあね、じゃあもうね、またこれからちょっとお二人はね、宣伝の時盛り上げに来て、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただちょっと、ね、ディレクターからも、ね、はい、感想お願いします。そうですね、本日紹介いたしましたフレイリート以外にも、カルドンシェルには多数の架空の IP、 そしてその架空の IP に出てくる、歌が出てきますので、TGS の、各私有台ですとか、それから体験版ですとか、ぜひ触っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、というわけで終わりですね。そうです ね、はい、ということで次回ですね、私からインティクリエイツ情報局というのは10月の9日にまた21時ネットの方で放送しておりますので、はい、ぜひともそちらの方でもね、見ていただければ、また新しい情報を発信してもらうのでよくよろしくお願いいたします。はい、さあ、というわけで以上でございました、はい、インティクリエイツ情報局出張版でございます。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。